アンドリュー・ウーテンは、ドイツ出身のアメリカ合衆国代表プロサッカー選手。ポジションは FW。FC アドーミラ・バッカー・メイドリング所属。ボルマティア・ボルムスでのプレーを経て、2009年に1、FC カイザースラウテルンのリザーブチームと契約を結んだ。2011から12シーズンは、レギオナルリーガベストで得点ランク2位の20ゴールを決めた。 2012年3月3日の VFL ボルフスブルク1000でブンデスリーガデビューを果たした。2012年4月 1FC カイザースラウテルンのトップチームと2015年6月までの契約を結んだ。2012年8月23日にブンデスリーガの SV ザントハウゼンにレンタル移籍。 2013から14シーズン冬の遺跡ウィンドウで FSV フランクフルトにシーズン終了までのレンタルで加入。2014年6月、フルス SV ザントハウゼンに完全遺跡で復帰。2017年6月までの3年契約を締結した。2019年6月、メジャーリーグサッカーのフィラデルフィアユニオンに加入。ドイツ生まれであるが、父親が アメリカ人だったためアメリカ合衆国代表でのプレーを選んだ。2015年10月13日のコスタリカ代表戦でアメリカ合衆国代表デビューを果たした。ありがとうございます。